串川城は沖縄県久米島にかつて存在した城。現在は串川城跡となっている。所在地は久米島町中村居432及び477の一久米島北西の中村居集落の北方、東、品海へ飛び出した丘の上にあり、三方が崖となっている。1975年に国の史跡に指定された。 九百九十九年度から二千七年度にかけて、史跡栗川城保存修理事業に伴い、移行確認の発掘調査が行われた。追記年代は不明だが、十四から十五世紀頃の陶磁器が出土していることから、十五世紀初めには、城の原型が出来上がっていたと考えられる。琉球国由来期及び、久米島栗川紛り旧期,期には、もともと周辺集落の歌器だった場所に、 マコトたちボツアジによって築城されたと記されている。その後、シたちボツアジの子、マガネコエアジの代に、同じ久メジマうちの意識作アジの次男、シンジフルダルアジに攻め滅ぼされ、シンジフルダルアジが城主となった。マガネコエアジは、沖縄本島南部へ敗走し、そこに城を築いて同じく、串川城と名付けたと伝えられる。クメ島のぐし城は、その後、16世紀初頭に、 昇進王が派遣した軍によって滅ぼされたとされている。城の周囲は東西及び北方が断崖で、北、西方向は東、シナ海に突出し、南方向は島内へつながっている。城の内部は1メートル以下の石積みにより、14の4つの車に区分されている。北端部の1の車は、城内で最も高く、暴浪の役目を果たしていたと考えられる。西南に続く、 二の車には南に面した基段が作られており、左岸の礎石も確認されていることから、とのもの建物とその前提があったと見られる。さらに、西南の三の車は内陸と門でつながり、三の西北にある四の車には、建物の礎石跡が確認されている。ありがとうございます。